今回は運命が好転し人生がうまくいくの第302回でリクエストにお答えして新田神社を取り上げます。それでは本題に入る前に、このチャンネルでは皆さんの人生を明るく楽しくする動画を送りますので、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それで新田神社ですが、この神社は鹿児島県薩摩川内市宮内町というところにあります。ここももちろんいいところです。神鬼山と一体になった御神域の御神域がとても強いです。神様がすっぽりと覆っているんですね。そして神社の城には二荷御事様のお墓である江の御ささぎがあります。ホームページによると、この神社の御利益は開運祥福、五穀豊穣、安産守護、交通安全となっています。御祭神は二荷御事様、天照大神様、雨の御御神の御事様となっています。御利益は二荷御事様が五穀豊穣、畜産、国家安泰、家内安全、厄除け、風紀栄達、天照大神様が開運隆盛、祥運、健康祈願、子孫繁栄、降格出世、魔除け、厄除け、五穀豊穣、国土安泰、国家安泰、諸願成就となっていまして、雨の御御神の御事様が諸産業隆盛、祥運祥福、家門繁栄、商売繁盛、入学、就職、結婚、厄除け、病気平癒となっています。それではまず最初に新田神社の御利益のエネルギーです。終わりました。次は御祭神型の御利益のエネルギーです。
終わりました。次は神奇さんのご利益のエネルギーです。終わりました。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。